調水だけ使ってる。なんか乳液使ったら逆にニキビが出る。高保湿合ってる？なるへそ？なるほど。うん？なるへそ？合ってる。高保湿の乳液じゃない。高保湿の乳液じゃない の化粧水だけ使ってる。はい。いっぱい使う。なんだっけ、化粧水合ってる？合ってるよね。え、化粧水どんだけ、何どんだけ、何、なんで、そう、肌はね、肌は大事だね。でもまあまあ肌はまあまあ悪くない、自分の肌今も。まあそうですね、結構配信でよく言うんですけど、今もなんか下地とか全然してないよ、全くしてない。すっぴん、あ、あの、まあ、すっぴんじゃないですけど、ここをアイメイクとリップしたのですっぴんじゃないけど、肌がね、全然なんか全然塗ってない、何も。そうか、あ、なんだっけ、かしきき、加湿器、ちょっと加湿器ないんです。でも乾燥ですね。なんか今は本当に高保湿の化粧水使ってるけど、普通の化粧水だったらやばい。なんかメイクしたらなんか肌がなんか粉々っていうか、なんか女の子は知ってると思うけど、なんか最初は大丈夫だけど、なんか下地とかあのファンデーションしたら粉々じゃないけど、なんかメイクできない、あのなんていうかな、あの状態は、あのうんはなんかカサカサ、まあ、うん、カサカサ、なんか肌の粉じゃない、皮 なんていうかな、そう出ちゃう、いっぱい。今はまだ大丈夫、まあ多分来月とか再来月はひどくなる。めっちゃ乾燥、私めっちゃ乾燥肌ですよ。今はまだ大丈夫。なんか今年はね、なんか去年より暖かい、そうでもない、あ、気のせい、もう11月の最後なんですよね。うん、なんか去年より暖かいね、でもそう言ったらすぐ寒くなるね。でも気のせいじゃない？気のせい、暖かいね。うん、なんか去年の11、もうすぐ12月、もうすぐ12月か、もうすぐ12月、そう、もなんかもっともっとニュースで言ってた暖かい、おお、確かに。そう。ああ、暖かいね。いいこと、いいこと。もっと寒くなったらもうしんどみ。しんどみ。で、そうですね。本当にやばい。どみで肌はもっと乾燥になる。今はまだ大丈夫。そうですね、冬生まれなのに 関係あるのかな。 まあでも、まあ一番好きな施設なんでかな、は冬なんですよ。寒いのは苦手なんですけど、一番好き。まあ夏よりはね、苦手なんですけど、
暑さと寒さ、まあ寒さの方が苦手かな、冷え性だから。季節、ありがとうございます。季節はね、そう、寒い方が苦手なんですけど、夏より冬の方が好き。はい、変な人だね、ごめんね。でもまあ夏はね、なんか暑さは我慢できる。多分私の体温はね、普通の人よりちょっと低い、若干低いので、夏はまあ大丈夫。なんか小さい頃から、なんかそうだから、夏の時友達は自然に私に近づいてくれて、冬の時もめっちゃ離れてたんですよ。なんか私寒いから、体冷たいから触らないでよと言われた。もう本当になんか手、本当にめっちゃ冷たくて、なんか字を書けなかったんですよ。書けない、あの冷たくて凍った、なんていうかな、そう、冷やし、まあそうですね、手がかじかれ、そう、本当に、めっちゃよくある。まあでも前も言ったんですよ、あのアイドルになってから本当に体良くなった、ダンスしてるから。でもね、これはでもまあな、かかちかむ 目悪いから冷凍む 同じに見えた、かちかむかちかむ、手がかちかむ。そう、でもね、例えば今出てる「チーム4」公演、手をつなぎながら公演の例えば2曲は、2曲目は「マンゴーナンバーツー」という曲なんですけど、この曲の結構最後の方は、あのメンバーとハイタッチみたいな振り付けあるんですよ。そう、マンゴーナンバーツー、あの曲です。はい、ツーツーってという振り付けあるんですけど、もう2曲目の結構最後の方なんですけど、いつもね、ハイタッチの時はね、まあ私のポジションはね、なんかハイタッチ合ってる ハイタッチのするメンバーはズッキーがハツが、そうなんですけど、いつも私の手なんか冷たいなと思う、いつも思う ダンスしてるのに、なんか自分はまだなんか思う、なんかダンスしてる時は気づいてなかったんですけど、他のメンバーの手とタッチしたら、あ、なんか冷たい 自分が冷たい、あ、え ダンスしてるのに、でも真剣にダンスしてるよ、なんか真剣にダンスしてるよ本当に真剣にダンスしてるのに、本当に手めっちゃ冷たいなと思っちゃう。そう、相手が冷たいじゃない、あ、何、冷え性、まあそうですけど、
そう、冷え性なんですけど、でもね、まあでも3曲目の手をつなぎながら、まあそうですね、確かにちょっと、そうですね、みんな温かいな。 でもね、今はなんか、でも本当に良くなった。小さい頃はなんか走るんじゃないですか、体育のレッスの授業で走るんじゃないですか。真剣に走ってたんですけど、 一番遅い人なんですけど、真剣には走ってたのに、手がなんか、手じゃなくて汗があんまり出ない。遅いけど、でも自分は全力でしたんですよ。遅いけど 自分は本当に全力で走ってて、汗があまり出てなかった。真剣、ありがとうございます。そう、いいな、よくない、よくない、体よくないってこと。運動力はどうなのか、体を動かすことができない。なんですけど、でもね、今年はね、なんだっけ、ビンドウのロケが、結婚を決めた瞬間というテーマがあったんですけど、そう、あの時は夏で、本当にめっちゃなんか暑いところで撮影したんですよ。電車のシーンがあって、本当の電車で撮ったんじゃないんですけど、でもまあなんか電車のみたいなの場所のシーンがあって、そう、めっちゃみんな暑い暑いって言ってるけど、まあちょっと暑いけど、まあ、で汗もそんなにね、そんなに出てない、出なかったって。でスタッフさんが「あ、これ、もし女優になりたかった、なりたいならこれはいい」って言ってくれて、はあ、そうなんだと、おほほほと思った。おほほほ、よかった、いいこと。 本当に、うれしかった、これはうれしかった。 なんですけど、そう、あの時はね、なんか A スタッフさんと B スタッフさんがいるんですよ、ビンゴの。で、 A スタッフさんが「なんかドラマはいつぶりですか？」って。で、 B スタッフさんが「このなんかマジモリ顔絵出るよ」って。で、 A スタッフさんは「そうなんだ」って。 B スタッフさんは「そうだよ」って。なんでか、あの時何言ったの？役名はリンちゃんですよねって。 S つばさんは「詳しいね」って。 そう、めっちゃ目もきつ詳しい、そう、詳しいで、ピースターさんが突っ込んで、なんかあなたがなんかなんで逆になんで知らないのって。 そう。 でも本当にいつもお世話になってるスタッフさんたち。 もう半年前のことかな、もうあの撮影の時は。なんかそう、は半日一日の半分撮影したんです。そう、ビスタブさんめっちゃ優しいですよ。ザ・ W の時もなんか本当に舞台とかぶってたので、頭がパンパン、本当に覚えられないよ、あのザ・ W のネタを。
なんか本当になんか47都道府県でいろんな県のなんかあの有名なものとかなんか変わったところとかね、いろんなスタッフさんとメンバーに聞いてネタを作って、本当にでも覚えられなくて、で頭がパンパンで、でビースタッフさんが本当に優しくて、なんかおかしいなんですけど、あの魚の小さい魚なんでかなのなんかコンビニも売ってるあの小さな魚を買ってくれて、でこれは食べたら記憶力にいいよって言ってくれて、めっちゃ見た瞬間心はキュッて、うーめっちゃ感動した。そうメッセージ書いてくれて、おっとと、おっとと、小さな小魚ですめっちゃ優しかった。もう本当にあのメッセージ見た瞬間、なんか渡してくれた時は袋に入れたのであの見てなかったんですけど、その後舞台そのまま舞台行って開けたら、はあ、まさかのこね、なんかそうめっちゃ優しい、もう本当に優しい。うん、ザ・W がもうちょっと上に行きたかったな。うん、昨日放送、今日は何曜日だっけ、水曜日が、え今日は水曜日だっけ、今日は水曜日だ。そう昨日の放送見てくれましたか、ザ・W の。見てくれました、水曜よ。うん、見た、ありがとうございます。ピンゴ見た、そうなんかそうですね、来週もあるね来週もあるね。うん、1回戦本当に突破でよかった。うん、1回戦通過しました、発表されたときはそうですね1回戦突破したとき、なんかあの日は台風だったので、台風だったので、もともと1回戦はもともとあの場で発表するなんですけど、でも台風だったんで自分でチェックするという形になりました。そうで、そうあの時はスタッフさん、ビンゴのスタッフさんがされてくれて、1回戦通過しましたって教えてくれて、でも通過という日本語わからなかった知らなかった、なんか合格、なんかあの言い方は合格みたいなんですけど、え通過って何だよ、なんかえってえうんってになった、通過って自然に通過なんか分からなく、はい、
なんかハテナがパパ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 ってつか。もうそう合格ですで、はあ、でもこうなんか1回戦は本当にね、もう絶対無理だと思ったんですよ。金星が、はあ、はい、2回戦はまだ来週の放送でぜひ見てください。トラウマですよ。そう、出身地を聞いて、あのお客様の出身地を聞いたら金星って、金星、そう一生忘れられないんです。はい。やばい。そう、でも金星、あの時金星はまだ分からない、あのこの日本語はね、はい、分からなかったのでツッコミできなかった。そう本当に、そうもし金星なんか知ったら、あんな宇宙人がいとか、日本語分かるすげーとか突っ込むけど、知らなかったので、はい、やばかったんですよ。はい、でも1回戦ね、素ができて本当に良かった。日本じゃないかいとか、うん、そうですね、うん、まあでも本当によかった、なんか通過できて、ほんとよかった。はい、続きは来週の英検ビンゴぜひ見てくださいね。でも通過できたら、そうよかった、もしできなかったら金星のこと嫌いになるはず。きっと嫌いになる。金星は何も悪くないのに。はい、それやっぱ嫌いになるわ。そうトラウマね。まあまあまあ、でもはい、まさかの通過できてよかったなと思って2回戦も行きました。2回戦の様子はまた来週のビンゴの密着ぜひ見てくれたら、俺ピヨピヨです。はい、ミルピオ。ミルピオ、うん、昨日結構眠かったんですけど、でもまあね、うん、見ました、ビンゴ見ました。まあ次も見てくれてるから、自分も見ないとチェックしないと、もうはい。でも本当に自分はまだまだなと思いました。
でもね本当に、まあ、ザ・ダブルにさんからして心は本当に強くなった。だって人を笑わせること、人を笑わせること、合ってるこの日本語、人を笑わせることは難しい、難しいんですよ。逆いじりだし、なんか普段はね、まあ、普段もステージに立ってますけど、ダンスと歌はなんていうかな、決まってる、この振り付け、この立ち位置、この歌詞なんですけど、客いじりだったらね、お客様が何が言ってくれるかわからないので、そう、これはちょっと怖かったんですけど、で人を笑わせることはもう怖いんですよ。実はあの空気感が本当に、去年ね、去年参加した時あるメンバーが、これは AKB のオーディションより緊張してるって言ってた。でも気持ちわかる、気持ちわかる。はい、なんかそう、笑ってくれなかったら、みんなシーになったら、はい、そう、プロの芸人さんもそうですね、本当に尊厳してる。怖いね、怖いよ、怖いよ。まあでもいろいろ学んで、ちょっと自分は、まあ自分はちょっと成長したなと思いました。思ったことあるよ。まあ心の毛はね、どんどん入った。心臓にね、心臓の、もうあのビンゴで、あの放送はされなかったんですけど、あのあずきはすっごく聞いてくれました。本当にびっくり、なんか本当にあの日は台風ですよ。で告知も当日なんかツイッターに載せたんけど、当日はい、台風で新幹線も電車も夜も電車ないんですよ。8時くらい、何時か、何時だっけ、そう、電車止まったので、そう、みんなあまり来ないかなと思ったんですけど、来れないなと思った。8時、夜8時で、8時まだ早いのに、来れないなと思ったけど、いました。で最初受付のところで会いました。もともとめっちゃ焦ってたの、もう無理無理無理、もう自分もこのもう1年前のあこの空気感を思い出したら、もう無理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 と思ったら、あずきにたまたま会いました。たまたま受付のところにあって、そう、勇気をめっちゃもらいました。めっちゃ本当に、で本番前、これもカットされたんですけど、本番前も結構落ち着いたんです。でも本当に本当に本当の本番前の時はまだ焦ってたんですけど、その前ちょっと休憩というか待つ時間があったん、結構あって、待つ時間の時、なんでみんな知ってる、みんな知ってる。待つ時間の時は結構、なんか待つ時間の時は2階に、待ち時間なんか待ってた時は2階にいたね。2階の時結構落ち着いたんですよ。
で、まあ1階に行ったらまだちょっと焦ってたんですけど、あーふーと思ったんですけど、まあでももしあずきに会えなかったらもっとダメ、本当にもう死ぬ本当にこのクッキーが本当に怖いんですよ。そう、あずきはすごい、本当にあずきパワーすごい。もう本当にめっちゃ緊張してたんですよ。2回戦の時もそうだったんですけど、月パワーは電車が止まって止まっても行くという、そうですね、電車がないのにみんなはどうやって帰ったの？車を運転して他の県から来てくれる方もいるんですけど、なんか帰り道停電らしいので危なかったんですけど、でもね、本当になんか本当に申し訳ない。もうでも1回戦通過できて、あずきが来てくれる、あのなんで、そう本当に よかった、本当に車で行った、ね、本当によかった、で無事に家に帰ってよかった。あ、危ないんですよね本当に。どこでもドア、はずきはどこでもドアって書いて切ってくれました。本当にギリギリ、あ、ギリギリ電車8時、おお、ギリギリ電車、あ、よかった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 、うん、ギリだよね、あの時は何時終わったのか、でもギリギリ、みんなに会えてよかった、本当に想像よりめっちゃ来てくれてめっちゃ嬉しい。なんかカードされたんですけどなんか、はい、時間を ね放送はできなかったんですけど、でもう一つ見てほしいところは、あの日の朝神社行きましたよ実は。そう、これも放送はちょっとできなかったんですけど、神社に行きました。オープンショートも昨日載せたので、インスタもツイッターもまだ見てない方ぜひ見てください。はい、そう、今も書いたんです、見たよー、ありがとうございます、インスタ見た、ツイッターも見てね。神社の、そう、よかった本当に1回戦通過できてよかった、うん、2回戦も
ね、密着見てくださいね。2回戦の時はちょうど舞台の本番期間です。はい、本番期間でした。はあ、はい、めっちゃ一番頭がパンパンパンの時なんですけど、そう、マジモリの頃です。1ヶ月前だけか、なんかめっちゃ前のことと思うんですけど、1ヶ月だけか、1ヶ月だけ、そうだよね、先月の月末の時、1ヶ月だけなんですけど、めっちゃ前の気がする。めちゃくちゃ前の気がするんですけど、もう1ヶ月前か。はあ、めっちゃ前の感じなんですけど。うん、1ヶ月前選手らこそだね。めっちゃ濃い10月でした。うん、はい、10月は多分 AKB 人生で一番忙しかった時期だった。10月の時、ザ・ W も舞台も2つことがあるから、頭が本当にパンパンで、はい、うん、一番ね、一番忙しかった。なんかザ・ダブルの練習もあるから、そう、全然なんでかな、休憩時間も練習して、なんか休む時間があまりなかったんです。はい、でも充実。私は仕事がないといろいろ考えちゃうダメな人間なんですよ。本当に仕事がないと本当にダメ。めっちゃ疲れてたんですけど、うん、よかったなと思います。本当に仕事がないと本当にダメ。でもあの時は本当に疲れて、な、一日だけでもいい、なんか休みたいと思ったの、珍しく。なんか眠いから、毎日眠いで、舞台もザ・ダブルもなんかちゃんと集中できなかった時もあって、特にザ・ダブル最初の頃、練習して始めた頃は本当に、まあ2回戦の時はもう本番なので、一応本番期間なので一応落ち着いたんです。一応ちょっとでも1回戦の時はまだあの稽古途中なんですよ。まだ頭がパンパンで、うん、舞台のそう稽古の時もできないことがあって、あの時心はめっちゃ折れてた。はい、
声もね、私声も声が大きい人ではないんです私は。でめちゃくちゃ怒られましたでもね、握手会の時声めちゃっててよかったねって言ってくれる方が何人いました、何人かいました。これは嬉しい、はあ、でも本当にめっちゃ怒られた、めっちゃ怒られたよでも自分の声が小さいって知らなかった。なんていうかな、自分の声の大きさ、なんか自分はもう全力でめっちゃ自分にとって一番大声で言ったのに聞こえないと言われて、気づかなかった。自分は多分自分の口から出す言葉なので耳に近いんじゃないですか、自分の口と自分の耳近いから自分は結構大声なと思ったんですけど、聞こえないと言われて、え、聞こえないの、え、びっくりした。自分の声を大きく聞こえ、そう、自分の声は大きく聞こえる、そう、歌の発声とは違う。歌ももちろん大声でなんかちゃんと歌うのが必要なんですけど、でも本当に大声でなんか歌う、なんかそんなにめっちゃなんか声がちっちゃいのは良くないんですけど、本当に大声で歌う人がいないじゃないですか。はい、そう、舞台の、うん、で舞台のなんていうかな、表現ももっと大きくしないとダメじゃないですか。そう、これも難しかった。そう、舞台は広いから大げさって、まあね、舞台は大きいからちょっとだけの表情とかちょっとだけの動きはあまり見れないじゃないですか。表現はもっと大きくしないと、声ももっと大きくしないと、うん、覚えるの得意ですか？得意じゃない、全然得意じゃないなんですけど、まあ私の役リンちゃんのセリフはそんなに多くないからはい、セリフすぐ覚えられた、いやでもそうじゃない、覚えられない、なんかなんていうかな、言うタイミングはね。でも今回の舞台はね、本当に初めて本当にお芝居しました。なんでかな、まあ、前もあのまあラジオドラマなんていうかな、ラジオ声だけのとか、まあビンゴとかなんかね、さっき言ったのあのロケのちょっとだけのあれはお芝居か、まあね、とか、まあちょこちょこ、なんか、うん、うん、なんですけど、なんていうかな、はあ、でも、今回は本当に、本当、なんか、マジモリ学園、ドラマの撮影の時も、そうですけど、
でもドラマの撮影私少なかったので本当にちょっとだけね行ったんですけど、今回の舞台は本当にお芝居の勉お芝居を学んだんです。あ、そうですよ、48ショーのコントとか、そうですね、コント2回くらいやらせていただいたんですけど、48ショーの、そうなんですけど、はい、でも今回はね本当に2回やりましたけど、今回は本当になんていうかな、あ、お芝居じゃこんな感じだってあ、そうそうそう、よ総監督とあのミオさんとのあのタピオカのあの台湾のものの話、はい。でも本当になんか前の時はちょっとなんでかな、このメンバーのこのセリフ終わったら私のあのセリフみたいな感じ覚えたんですけど、でも今回は本当にちゃんと勉強して、そうじゃなくて自分が出てるシーン、このシーンの全部の意味とか他の人がだって、なんか前はね、なんかドラマとかもそうですけど、カメラはねずっと私に向いてるじゃなくて、そうなんですけど、舞台はなんか話してない人も表情とかリアクションを作らなければいけないじゃないですか。真の意味が、そう、そう、舞台はそうだね、流れも、はい、だから全部のセリフをちゃんと意味とかあのどんな表情か勉強しなければいけない、自分のセリフだけじゃなくて、うん、で自分が出てないシーンもなんか同じ物語なので全部のシーンの全部の感情とか勉強しないとちゃんと分からないとなんか理解しないと、うん、本当にいろいろ勉強しました。なんか表現とか体の表現とか、うん、表情とか、でもメンバーはね、今回の舞台のメンバーみんなお芝居の経験があると思う、舞台、うん、お芝居舞台とか、うんうん、私は一番経験が少ないかな、私は一番、まあ、メンバーの中で、まあ、結構後輩の方ですよ、2番目ね、そう、うん、でお芝居の仕事、うん、一番経験が少ない、そう、でも一回、そうですね、ミオンさんは舞台が初、これはちょっと意外でした。でもテレビのドラマはね結構出てたんじゃないですか、小さい頃から、
子供の時かな。そうだから全然すごい、うん、自分は一番そうですね経験が少なかったんですけど、本当にいろいろ勉強になりました、うん、そうツッキーはもう 小学生の時から結構舞台とかミュージカルとか出てたので、すごい本当にすごい。そうですね。まちゃりはペイペイです。そう、でも今回は本当に、まあ前は。あの町盛りについてなんか手紙書きたかったんで書くって言ったんですけど、まだ書いてないですけど書くよ書くよ、まだまだ、うーん、一つやりたいことがあるから、あのことできたら手紙書く、うん、なのでもうちょっと待ってくださいね、もうすぐできる、もうちょっともうちょっと、まだまだ、できたら来年、いえあのもうちょっともうちょっと本当にもうちょっと、来年じゃない、もともと今月まで欲しいですけどできない今月までちょっといろいろ難しいんですけど、でも、なんか、公園に出れるようになんかダンスとか歌の練習してってたんですけどね、番組に出れるように面白い日本語とかそうもう勉強したんですけど、じゃあまだドラマに出たいけどどうすればいいのって考えたんですけど、うん、そうちょっと自分は自分の方法でちょっと練習しましたまた手紙に書くね、うん、優しい優しいな。そう私の方法私も手紙書こう、ありがとうございます、お待ちしております。ああ次の声はいつだろう、ふん、お笑いいいと思うよ、お笑いお笑いになるつもりないんですけど、番組に出たい、いろんな本当に番組に出たい、うん、まあ前もいたんですけど最初出た時はめっちゃ怖かった、日本語もなかなかわからないし、だけど今はめちゃくちゃ出たい、そう今は大丈夫っしょ、いや今は大丈夫じゃないんですけど、今も怖いと思うよ、今もね、特になんか5、4、3、2の時は
本当に最初の頃はね、本当にもう心臓が止まそう。今度5、4、3、2って。でもね、ちゃんと考えたら3、2の後は、まあ、全員のイエーとか、ピンゴはね、全員のイエーとか、なんか村本さんたちのセリフからとかなんか最初ね緊張する、なんかね緊張する必要ないじゃないですか。なんか3、2、なんか1はなんか爆弾パンじゃないしなんかいつもねもう心臓が止まそうになってたんですけど、確かに最初の何秒ね、私を押すね、押さられないよ。で、まあ、全員のイエーかもしれないけどじゃないんですかはいそう、2で次は私からのセリフじゃないしなんで緊張したのかかな、この気持ちわかるかな。最初のせ、そう最初からめっちゃ緊張したんですけど、最初私緊張するね必要ないじゃないですか。最初のセリフじゃないし、はい。でも今は楽しい。楽しい。バラエティに出るのはバラエティというか、今出てるバラエティは本当にまあビンゴしかあんまりないんですけど、基本的にはビンゴしか、そうなんですけどね。君誰も終わりま、君誰終わりました。なんかうん、なんか寂しいなはい、でもね、これからまた他のチャンスがあれば、寂しいね。そう寂しい、本当に。いい番号。そう、まあ、萌えゼリフは結構好きじゃないですけど水曜じゃなかったうん、セリフはできないよ私。本当にこれは本当にずもうと思うんですけど、猫舌、猫舌も楽しいね。でも猫舌はバラエティじゃないですけど、うん、でも楽しい。モイズリフ見るための番組、えへ、みんなはモイズリフのために君誰見てたのやだやだわ。見どころやだわ。トークショーに、あ、猫舌、猫舌、まあ猫舌はそうですね、この間の猫舌でいろいろ遊びました黒ひげを遊びましたね、うんもう楽しかった本当に。カラオケ、そういうカラオケよりゲーム番組になっちゃった。そう。
可愛かったな。ゲームとトーク、そうだね。ゲームはあまりしないんですね、私は。そう、あまりしない。まあ、たまにする、携帯の。たまに、本当にたまに、あまりしない。なんか本当に休みの日ずっとドラマ見るね。ドラマ見るのが一番幸せ。でも、まあ、見るより出たい、うん、出たいから。でも年前、なんていうかな、自分は寝てる経験があったから、もっとなんか本当にただの見るだけじゃなくて、あ、この時もし私だったらどんな表情するかとか、どんな気持ちでこのセリフを言うかとか考えるね。この撮り方とかいろいろ考える。なんか前より、え、画質どうしたの。画質すごいって。画質どうしたの。え、画質悪くなった。え、ちょっと待って、配信も1時、でもじゃあ配信そろそろ終わろうかな、もう1時間配信だし。もやもや Wi-Fi 頑張って、へーへー。眉毛見にくい。どういうこと、画質悪くなった。うわな、まあでも1時間配信したからそろそろ終わろうと思うんですけど、画質どうしよう。いいよ、うん、じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあ、あ、なぜだ、そんなに Wi-Fi、 あ、うー、え、今は、え、どうして、びっくり、さっき、あ、復活した。おー、よかった。でも最近確かに Wi-Fi の調子がちょっと悪い。これは本当の話。 Wi-Fi もう寒いのが苦手かな。でもそろそろ配信終わりたいと思います。1時間配信したので、うん、まだ、あ、まだ、じゃあランキングいきますよ。もう画質悪くなったから、じゃあ今からランキングを読み上げたいと思います。13位は KK さんです。12位は柏木まさきさんです。11位はたかさんです。10位は鈴鹿さんです。9位はひろきちお兄ちゃんです。8位はマークさんですが、マークさんです。7位はよっちです。6位はタタさんです。ありがとうございます。じゃあ続きます。5位、ちょっと待ってね、見れない、あ、あった。5位は10位です。 DVD 早く見たい。ありがとうございます。抹茶パワー、月パワー。ね、いつもいいループ、いや、こちらこそありがとうございます。本当にいつも熱きパワーくれてありがとうございます。
じゃあ続きます。4位はしきたんです。今日もはしありがとう。抹茶でいただきましたいただきましたってありがとうございます。はい、じゃあ続きます。次は3位はコンさんです。ザ・ダブルのマチャリンのネタ面白かった、本当ありがとうございます。なんか怒られてなかったかなとちょっと思いながら、大丈夫でしたか。来週ビンゴもう楽しみ。ボクシング、そうですね、ボクシング見に行く、ありがとうございます。お、何やるか分かんないんですけどありがとうございます。はい、じゃあ続きます。次2位はきよまるです。マッチャリーマチャリーのギャグもお芝居も好き大好きってありがとうございます。サラヒヨー、いつもありがとう、カムサリンジャー、イエーイ。じゃあ続きます。最後1位、あ、え、ちょっと待って、最後は1位なのね、そうだね、そう、 OK。 最後1位はあさまですザ・ダブルありがとうございます。ザ・ダブルかっこよかった、本当なんかちょっと恥ずかしかったんですけどありがとうございます。毎回ありがとうございます。毎回見てくださいねありがとうございます。じゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。今日の配信は、そう、1時間配信しました。今日の配信はここまでと思います。うん、じゃあまた明日は22時配信しますよ。ぜひ明日の配信も見てください。おけまる、おけまるるおやすみなさい、バイバイ。あ、新しい生写真もチェックしてくださいね。あのツイッターもインスタも載せたよ、ぜひ。ありがとうございます。